はい、こんにちは。沖縄おばばです。今日のお昼です。えカツサンドを作りました。ちょっとね、えー、なんて言うのかな。あキャベツ、千キャベツが、入れすぎてちょっとぐちゃぐちゃになっちゃいました。は <laughs> い、えー。え今日は、あカツサンドですね。えあ,あとは、あー、ね、インスタントのクラムチャウダーです。はい。これお湯注ぐだけのです。はい。えーとですね、えー、今日ね、えー、 桜猫ちゃんとこ行ってきたんですけど、どうやら会社が今日休日出勤だったみたいですね。はい、いつもね、あのー、月曜日お休みなんですけど、行ってる会社が、あのー、その、面倒見てる会社ですね。あのー、桜猫ちゃんの。今日は出勤だったみたいで、もうすでに、あのー、ご飯食べてました。はい。<laughs> まあ、良かったです。とりあえず、はい。<laughs> まあ、ちょっとね。 えー、運動、いい運動になりました。はい。<laughs> というわけで、はい。えー、今日ね、あのー、新、新しい視野さんですね。があ、ニュースをまた上げていて、まあ、いろんなニュースを上げてくれるんですけど、えー、なんとね、あのー、オミーのね、オミーのクローンのね、えー、あの話題でございました。はい。 まあ、あの、C 国割とうまくいってるみたいで、コントロールできてるみたいで、はい、あのー、ちょっと一人でも出るとね、なんか、閉鎖とかね、そういうことやってるせいでもないとは思うんですけど、私、はい、そういうことやってるせいだって言ってましたけど、はい、私そうでもないと思うんですよ。多分あの国はね、あのー、注意学があるんで、え、予防がね、えー、まあ、 行き届いてるんじゃないかと思ってね。あのー、サーズ、サーサーズの時ですね。はい、サーサーズの時も、なんか、なんていうの、あのー、バンランコンでねえ、かなり予防したんですよ、あのー、北京の人たち。はい、私それすごく知ってます。はい。えー、かなり前にね、情報を あの、もらったんで、それが流行った時にね、バンランコンの、はい。えー、そういうことで、えー、いろんなね、中医学のね、予防薬があ、彼らにはあるんで、まあ、そうそうね、爆発的にはね、えー、あのー、ならないと思いますね。はい。えー、まあ、一応そういうふうにコメントしときました。はい。えー、そういうわけですね。はい。なんかね、欧米のおかかる率が、 1636分の1とか、なんかそのぐらいだそうです。はい。なので、あんまり、あの、心配していないみたいなことを言っていました。えー、だけど、あの、なんていうのかな。えー、アフリカの方の人たちはすごい心配だって言ってましたね。あと、香港ですね。香港はなんか、あー、つながりがあるみたいで、なんか、なんていうのかな。まだ、 えー、空港とかね、そういうのは閉鎖してないみたいです。行き来があるみたいなので、えー、アフリカとね。えー、なので、心配だって言ってましたね。えー、他は、なんかもう、空港関係はもう、あの、外国飛ぶ便がかなり、えー、少なくなったみたいですね。そのことで。はい。ということで、そういうことをね、ニュースにしてあげてました。はい。まあ、日本はどうなるんでしょうね。はい。おみおみのクローンでございますね。 まあ、香港に入ってきたっていうことは、そのうち日本にも入るでしょう。はい。あなんて言ってもね、あのー、ビジネス系のね、えー、人たちがね、香港に行ったり来たりしてますからね、日本はね。香港にもいろいろ会社ありますしね。はい。商社とかね。はい。なので、えー、まあ、どうなることやらという感じです。はい。それ、まあ、大丈夫でしょうけどね。えー、まあ、ね、えー、練り物とかね。 あのー、添加物のいっぱい入ってるものをね、えー、食べてない人たちは、まあ、免疫がね、えー、正常に働いてくれるんで大丈夫だと思います。まあ、それでもね、ちょっと心配だっていう人たちは、あバンランコンですね。バンランコンの喉の飴とかね、バンランコン結構効きますんでね、あれをこう常備しとくといいかもしれないですね。はい。それでは皆さんまた、あごきげんよう。沖縄おばばです。 皆さん素敵な昼食をお楽しみくださいませ。もう終わっちゃったかなはーい。今からいただきます。